今や展示会・商談会は取引先開拓の先頭を走る花形ビジネス。会社や店先を何度も訪れ、あれこれ説得するのは時代遅れ。会場いっぱいに繰り広げられるブースを前に、最新トレンド、商品情報を見て、知り、ビジネスにつなげる。リッキービジネスソリューションは、こうした時代の流れを早くから読み取り、展示会ビジネスを展開してきました。代表取締役渋谷浩一氏に展示会ビジネスの真髄をお聞きしました。海外に駐在してみたいということでですね、で講義に入ったんですけど、狙い通りというかですね、昭和58年にですね、ニューヨークに駐在することができたということでですね、日本企業がですね、アメリカの工場とかを作る時の、お手伝いと、7年間ですね、非常にこうやりがいのある仕事をやりましてね、それから2000年の10月にですね、みずほ証券っていうのができましてね、でそこに公開営業部長っていうのでですね、行きましてね、でところが人生予期せぬことが起こるっていうことで、18年前に妻が癌で45歳で亡くなるっていうことですよね。それで高校生、中学生の男の子と小学校3年生の女の子が残ってですね、いろいろ悩んだんですけども、銀行を辞めてですね、自分の家でテーブルにパソコン1個置いてですね、やればね、子育ても、家事もですね、仕事もね、できると。私その妻が亡くなってから自分で子供たちの朝飯とか弁当とか作ってますから、やっぱり美味しいとか安全なものとかですね、新鮮なものとかね、そういうのどんどんこう自分のこととして関心が高まっていったってことなんですよね。日本の食品って本当に美味しいなっていうですね、もっともっと広めなきゃいけないっていうことを思ったってことなんですよね。一つヒントがあったのは、銀行がお金を貸すと企業に貸しますよね。で当時今から17年前なんですけど、だんだんその経済もですね、デフレ経済とかですね、人口減少なんていうことが起こってきて、今までのようにですね、高度成長の時みたいに企業がね、売上も伸ばし利益も出すっていうことが難しくなってきたと。そうするとですね、銀行が貸し出しをする時にですね、どんどんこう審査が厳しくなるわけですよ。僕はもともとお金を貸す立場にいたんですね。今度は企業の側に立って、経営者の側に立ってですね、その資料を作るお手伝いをしようということで、始めましてね。そうしましたらこれが評価を受けたっていうことですよね。でいろんな営業研修だとか、今もやってますけど、あとは支店長研修とか役員研修とかですね、人事管理の研修とかいろいろやりましてね、そうこうするうちにだんだん日本の地銀なんかと親しくなっていったんでですね、ある時にですね、群馬銀行の方からですね、群馬県の会社をね、20社ぐらい食品メーカーを東京にですね連れて行くんで、柴田さん東京にいるんだからバイヤー集めてくださいとこう言われるわけですよ。でもなかなかですね、20社っていうところで忙しいバイヤーをですね呼んでくるの難しいわけですよ。その時こう思ったことは何かって言ったら、重複の排除なんですよね。いろんな県とかいろんな銀行がバラバラにやってると、東京にそれをまとめたらいいんじゃないかなってことですよね。で最初思ったのが、第一地方銀行っていうのは64行あって、北海道から沖縄までこうあるわけですよね。そうするとこの地方銀行、取引先で食品メーカーとかそういうの多いだろうなということなんですよね。そうするとそれは中央銀行が連携してですねやれば、自分たちの取引先をですねみんな連れてくればですよ、その20社じゃなくて何百社になるよねという、そうするとバイヤーにとっても魅力的ですよね。1回の商談会に行くだけで全国のそういった地域産品、地域のですね地元のグルメっていうのを見れるってことですよねと思ってですね、これはいいアイデアだと思って銀行にこう声掛けしたんですよ、20行ぐらいにね。そしたらみんなから断られたわけですよね、全ての銀行からですね。そういうお手伝いをしてもですね、どれだけ貸し出しとか預金とか買いためのね本業に役に立つのかとかですね、もっと言うとですね、そういうところで紹介した食品メーカーの食品で食中毒が起きたりしたらですね、道義的責任を問われるんじゃないかとかですね、いやそんなこと言ったらスーパーで食品とか売れないじゃないですかとかね、いう話をしたんですよね。一つでやると意味ないわけですよ、複数でやるってこと重要なんですよね。それで静岡銀行とですね、あと長野の82銀行に行きましてね、どうしてもね2つの銀行でやってくださいっていうことをね言いましたらね、そうしましたらその当時の中西頭取、静岡銀行ですね、それから山上頭取82銀行はね、じゃあいいよって
じゃあ2行でやろうとリッキーと一緒にですね。そうしましたらですね、七十四銀行と群馬銀行と千葉銀行が入ってくれましてね、各銀行20社ずつですね、取引先を推薦してですね、5行で102社で2006年に始めたのが中央銀行フードセレクションですね。誰からちょっとヒントを得たかというとですね、伊藤洋華堂の、ね、創業者である伊藤正俊名誉会長なんですよ。伊藤名誉会長がね、おっしゃってたことを実際5行5つの銀行で集めてやるんで、絶対来てくださいって言って、あ、いいなと、これがね、いい食品、珍しいのがいっぱいあるなって話になりましてね、ですぐ携帯電話でですね、バイヤー呼んでくれましてね、20人ぐらいで全部ブース回ってくれたんですよ。で、美味しいとか、いくらだとね、そんなことをね、全部聞いてくれたもんですからね、伊藤名誉会長が来てくれたっていうのも、それ以降の中央銀行フードセレクションの発展につながったと思うんですよね。その地域の情報を持ってる地方銀行が連携すると、情報連携したらもう最強ですよね。で、中央銀行がバラバラにやってるんじゃなくて、それが連携することによってですね、情報の集積とかね、いうのがあるわけですよね。例えば静岡のですね、お茶の会社があると、じゃあ昆布茶作りたいってことになるわけですよね。実はこういう会社がね、昆布を作ってる会社を求めてますよと、探してますよっていうと、北陸銀行なんかからとかね、ポンと連絡来るわけですよ。実は自分たちの取引先にこういう会社があるってことで、富山県の会社と静岡県の会社がですね、こう一緒になってね、で新しい商品を作っていくとかね、なかなかその地域だけで全てあるっていうことは難しいじゃないですか。でも相互に補完し合ったり、また新しいものが生まれるっていうのはね、今13回やりまして、今年の9月が14回目なんですよ。1500、600社とですね、直接付き合ってますから、そこをですね、銀行員がサポートするってことなんですね。まずバイヤーからですね、どういった商品探してるのかということを聞いて、それを全出店企業に流しましてね、こういう提案ができますよっていうのが上がってきますよね。それをまたバイヤーに見てもらって、こことこことここと商談したいっていうので、こうお見合いのこの精度を上げてるっていうことなんですよね。銀行がお金を貸して、それで経営をですね、見てるわけですよね。ですから経営力だとか財務とかね、収支とかね、そういうのはしっかりしてるところを出してくるということですよね。そういう意味で非常にバイヤーからも評価が高いと。なんか自分の作ったものをね、どうですかっていう時代もう終わってると思うんですよね。同じような会社がね、地域のそういう食品メーカーがね、切磋琢磨するとかね、そこで情報を得るとかね、コラボレーションするとかね、そういうことって極めて重要だと思ってるんですよね。ですからこれはなんか地域の食品メーカーが東京に来て、東京のバイヤーとマッチングしてるようなね、見えるんですよ。実は違うんですよね、狙いはね。地域の食品メーカー同士の出会いの場なんですよね。そっちのウェイトの方が僕はね、大きいと思ってるんですよ。いろいろやっていきたいなと思うのがありますよね。食だけじゃなくて、地域のその伝統工芸とかですね、そういうのもやっていきたいなっていうのがありますよね、やっぱり。ただ、今は本当国内で深掘りですよね。をやると。その中で、やはりこう、メーカーさんとのですね、関係強化をしていきたいなっていうのがあるんですよね。そのためのちょっと工夫なんつってですね、去年やったのが美食アウォードっていうのをやりましてね。それは何かというと、ブース900ぐらいあるわけですよ。その中でいろんな工夫あるところなんかをですね、表彰するっていう、いわゆるニーズを聞いてですね、その中で例えば国際化していきたいっていうことになればね、またそういうのをこう集めてやってもいいかもしれないし。この本はね、たくさんの人に読んでもらってありがたいなと、嬉しいなと思ってるんですけど、なんか私たちってね、なんかやってもらって当たり前みたいなのがあるわけですよね。それは全部ね、当たり前のことじゃないんだよと、ないことに基準を置くってことを書いた本なんですよ。で、なんかしてもらって、お客様が買ってくれたらありがたいと思うと、ありがたいと思うと感謝の気持ちが生まれますよね、ありがとう。そうするとやっぱりお客様に対して誠実に対応すると、で誠実に対応するとですね、信用と信頼を得ることができるっていうね、感謝っていうことなんですけどね。それからもう一つはね、ご縁なんですよ。個人の生活もね、仕事も全てね、いかに良い縁をね、紡いでいくってことなんじゃないかなっていうね、私は思ってるんですね。先ほどもちょっとメールがあったんですけど、九州パンケーキのね、有限会社一平ですよね。もう社長がね、うちの社員と会ってて、フードセレクションにあの時出てなかったら今の有限会社一平はないって言ってくれてるわけですからね。そういうね、そういうふうなことを仕事にできてるのは大変幸せだなと思って。